まあ今日校長先生も応援に来てくださってるし、神田先生から、言ってくださいったら言ってください言われたことね。よそ行きのことすんなよってな。だからもう自分たちの、やってきたことをやったらいいから、それだけ言って、それだけ聞いて。で、聞いてないつもりやん。しか言ってよ。で、試合中にヘラヘラするぐらいでやれっつった。神田先生ね。そういう気持ちで。で、やることは、まず、とにかく戦う、楽しむ、そして勝とう。で、まあ、こういうのに来てくださってるけども、まあ今日はエイトやけど、ここからステップアップして、今年は歴史を変えよう。OK。よし。じゃあ、高見さん、この後俺よりも大事な話がある。チェンジザヒストリーや。チェンジザヒストリよっしゃ、行こう。
俺らのサッカーしな。よし。ファイリング。まあ今日はもう勝つしかないんで、そして俺らだけじゃない、戦っていうのは仲間がいるんで、ファミリーとして今日勝って顔も報徳していい顔で帰ろう。 OK よし。シュート。まあこのピッチに立てるっていうのは、最高の舞台だと思うんで、あとは山ちゃんとケムラの分までしっかり全体戦って、苦しい時はしっかり仲間見て死ぬほど声出すんで、もう今日はみんなで勝って帰りましょう。